皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド名古屋からカスタマイズした車両をご紹介させていただきたいと思います。紹介してくれるのはカスタムフロント小塚さんです。あ、小塚です。よろしくお願いします。なんと小塚さんと動画撮るのは初っていうことですか？そうですね、初絡みですね。毎回あの車両紹介で、はい、単発では登場しましたよね。そうですね、はい、そうですね、単発では登場しますけど、はい、ちょっとやっぱツッチーパフォーマンスの初絡みがちょっと何喋っていいのか分かんないなって言ってましたけど大丈夫です、はいはい、今回は小塚さんの話を僕が聞くっていう、ただそれだけの会なんで。そういう感じですか？はい、好きに喋っていただければ、はい、でやっぱりうちってこうどのショップ、まあ、ショップごとのこう大阪店、大宮店、浦和店とかでちょっとカスタマイズのこうちょっと何ですか、雰囲気も違ったりするじゃないですか、はい、もうそうなんですけど、やっぱりそのカスタマイズを担当する人で、はい、結構車の作り方って違うと思うんですよ。だから僕は小塚さんだったらどういう風に作るのかっていうのを今回伝えたいです。あー、はい、なるほど。でこちらの G クラス、はい、小塚さんが全部担当してファーストチョイス、お客様と相談して完成した車なんで、はい、あ、小塚さんに頼めばこういう車を作ってくれるんだっていうのをちょっと見ていただきたいんで、ちょっとカスタマイズしたところを全部ご紹介させていただきたいと思います。はい、わかりました、はい、で今回ご紹介するのが G63 ですよね。63です、はい、これ限定車ですよね。限定車ですね、はい、マニファクトゥーアーズ。マニファクトゥーアーズ、はい、今回はどんなカスタマイズをした感じでしょうか？そうですね、まあ、まず最初に、まあ、一番大きなところでいくとタイヤホイールなんですけども、まあ、それはちょっと後に置いておいて、でまずあのここら辺のデッキですね、はいはい、ここら辺が、3M のマットチャコールメタリックっていう、まあ、通常ですと結構皆さんあのサテンブラックとかマットブラックとかグロスブラックとかでラッピングするんですけども、まあ、ちょっと今回やっぱりあの他の人とはちょっと違う感じにあのされたいっていうところと、あとはまあ下のここら辺はラッピングしてないので、そこら辺とのこのバランスとかも考えて、あえてそのマットチャコールメタリックっていうフィルムで、ラッピングしています。ちょっと茶色が入ったガンメタリックですかね。そうですね、そうですね、はい、なんでそのおとなしい感じにはなってます。なるほど。しかもこのラッピングをしたのが、はい、僕です何ですか今の間は、はい、いや言っちゃっていいのか分かんなかったんで、なんとフロントの業務をしながら実際そのラッピングの作業なんかも直接小塚さんがされるということ で、 そうです、ね、はい、だからもう貼るその打ち合わせだったりとかも入念にできちゃうと。そうですね、あの、まあ、フィルムの、サンプルとかもいろいろと、まあ、3M とかオラカルとかエイブリとかあるの で、 でそれをこう実際にお客さんと見ながら打ち合わせっていうのはさせていただけるので、まあ、そこら辺でいけばやっぱりイメージはつきやすいかなとは思いますね。なるほど、はい、そしてフロント周りはもう本当にここだけですか？そうですね、フロント周りとしてはそこだけですね。じゃあここだけでも随分イメージが変わってる感じ？そうですね、結構そこだけであの締まった感じになるので、で、あとはこのメッキ自体も、はい、あの最初の頃ってすごくメッキメッキしてたじゃないですか、はい、で途中からこれって若干この、メッキがこうトーンが落ちた感じ。え、そうなんですか？そうなんですよ。知らなかったっす。なので、はい、で、まあ、そこら辺との兼ね合いもあって、はい、マットチャコールっていう選択。あ、なるほど、はい、絶妙なところを攻めてきてるわけです。そうなんですよ。なるほど、はい、じゃあちょっと本当に言わないとわからないぐらいのレベルですけど、はい、他のカスタマイズした車とは違うカスタマイズがしちゃう。そうですね、はい、そして横行きましょうか、はい、横が今回ちょっとこの車、はい、詳しく解説したいところですねあんまりハードル上げるなと。そうですね、はい、でもこのオフ系の車ってまだこう現行ゲレンデ少数派じゃないですか。そうですね、はいはい、そこでこのちょっとオフっぽさ全開のこちらの車、はい、タイヤがでかい。でかいですでかいです、はい、33×12.5 業界読みするとそういう感じなんですね。33インチの、はい、12.5、はい、20の20インチですね、はい、でこれ純正は結構でかくなってますね。結構大きくなってます。またこのなんていうんですか、オフっぽさがそれですごく強調されているというか。そうですね、で、まあ、お客さんとも打ち合わせさせてもらっている中で、まあ、どんな感じの仕様で仕上げていこうかっていう時に、まあ、いろんな海外のサイトとか見てで、やっぱりオンロードっていうか23インチとかもいいですけど、やっぱりオフロード感、まあ、ゲレンデらしさっていうところを出したいよねっていう話で、まあ、いろいろと見てたら、まあ、やっぱこんな感じおいいねって、まあ、お客さんとのやっぱりその意見がすごく一致したので。なるほど。じゃあこれやろうかって言って、ただ入るかどうかっていうのは正直ちょっと不安でしたね。
確かにネットとかに出てるのって、はい、実はこう合成だったりとか、はい、履いたはいいけど走れないとか、はいはい、そうなありえますからね。そうなんです。でもちろん今回はこの撮影用に履かしてるわけじゃなくて、はい、お客様が毎日乗られてると。普通に乗られてますね、はい、でその辺はもうちょっと絶妙なセッティングと。そうです、はい、メーカーと、はいはい、チョイスがあるわけですね。そしてホイールはボッセの、はい、HF5 ハイブリッドフォージュですね。これは単造じゃないですか。あ、違います、はい、フローフォームって言って、あの鋳造にはなるんですけども、鋳造の中でも軽いデザインの、ホイールですね。あの引き伸ばして作るやつですよね。あ、そうです、はい、鋳造なんですけど単造並みのこの強度が出る、はい、とあと軽いっていうところ、鋳造だけど軽いっていうところですね。だからこのシャープなスポークができていると、はいはい、これ結構抜いたってすごいですね。本当に言わないと、はい、え、本当に鋳造ですかっていうっていう感じ、はい、でまたこのコンケーブ具合とかやっぱりアメリカのデザインだなっていうところは。確かにもう鋳造じゃ多分このコンケーブとこの肉抜きは無理ですよね。この車重を支えるんだったら。そうですね、はい、ちょっと国産ホイールにない雰囲気が、はいはい、醸し出されております。でまたこのボディのマットと合わせて。あ、なるほど、はい、でマットなんですね。はい、そうです、そうです、はい、であとはこれパッドなんかも変えてあるんですかね。そうですね、はい、あのブレーキパッドも手出さなものに変えてます、はい、ダメですよ、やっぱりそこまで言いますって言っちゃダメですよ回ってないところで、はい、全部紹介しますそうなんですね、やっぱりその、はい、まあホイールを変えたはいいけど、ま、ホイールがマットだとしてもやっぱりダストはどうしても出ちゃうとあの汚く見えちゃうので。そうですね、そうなんですよ。で、まあ、結構ダストって皆さん黒いイメージだと思うんですけど、実際はこう茶色なんですよね。そうですね、特に欧州車ってこうローターをザクザク削るんでこう鉄粉が出て、その鉄粉がこう焼き付いて錆びて茶色くなっちゃうんですよね、はい、だからこうダストが出ないように、はい、まあ、出てもこうホイールにつかないように、はい、低ダストのパッドに変えてある、ね、はい、やっぱりちょっとこうオフって言ってもやっぱりちょっと待ち乗りしますから。そうですね、はい、まあ、メンテナンスの面でもテザースパッドあるんですね、これ63この巨大なテンパイとか、はいはい、そんなのもしっかりついてる。で、これ車高上がってるんですか。変わってないですか。いや、車高はあの上げてないです。あ、そうなんですか、はい、ノーマル車高のまま。ノーマル車高のままです。なるほど、はい、そんな感じに足元が仕上げられてそうです。で、あと、はい、他にはカスタマイズとかっていうのは。そうですね、あの、まあ、横で行けば電動サイドステップはつけてます。これはですね、他の動画でもめちゃめちゃ紹介してもらって。そうなんですよね、はい、させていただいてます。もうボンドグループでもすごく人気の、まあ、電動サイドステップは、はい、まあ、63なのでショートタイプですね。なるほど、はい、要はそのマフラーの出口が当たっちゃうからってことですよね。そうです、そうです、はいはい、マフラーサイド出しじゃない350とかであればロングタイプ、はい、ロングタイプ後ろ前っていうのが、はい、はい、あります、はい、こんなのもしっかりついてると。あと後ろ行きましょうか。 あと、え、はい、ここはいいですか。どこですか。ダメです、横から、はいはい、そうです、通り過ぎちゃうところでした、はい、そうなんですよ、あのクリアガラス、これリア5枚が、はいはい、クリアになってます。で、まあ、お客さんともともと打ち合わせさせてもらってた時に、まあ、車自体がマットでやっぱりそのちょっとごつい感じになっちゃうけど、あんまりごつい感じしすぎるのも好きじゃない、重たくなっちゃいますよね。そうですね、っていうところで、じゃ あ、 まあ内装が白っていうことを、まあ、お伺いした時に、内装めっちゃかっこいいんですよこれ。でもじゃあその白を出してあげることで、そのごつくなりすぎない感じで、やっぱりまあ中の白っていうところで上品さを出してあげようっていう。おしゃれですね、おしゃれ上級者の感じっていうところですね。でそしたらお客さんも、あ、じゃあいいねって言ってくれて、でクリアガラス。なるほど、はい、これ全部交換ですよね。そうです、日本だと設定がないですけど海外だと設定があるありますね、はい、海外のガラスをわざわざ輸入して交換してる。そうです、そうです。確かにこれプライバシーガラスだとスモークなんですけど同時にこうグロスブラックにも見えるじゃないですか、はい、やっぱりここ変えるだけでも車の印象が全然イメージ変わりますね。全然変わってくると。でやっぱりこの中の白を見せてあげたかったので、これはかなり正解ですね。オーナーさんもやっぱすごい喜んでくれているので、いや、よかったって言って、うん、じゃあ特に限定車とかでおしゃれな内装の車はこのクリアガラスおすすめな感じですね。めちゃくちゃおすすめですね。そして後ろもサイズこれ同様ですかね。そうですね、まあ、オフセットはちょっと違いますけど、はい、あ、変えてあるんですね、はい、なるほど。オフセットは変えてありますけど、まあ、前後 11J でオフセットは違うっていうところ で、はい、でタイヤの出づらが絶妙なんですよ。最近こう1センチ前でしたっけ。そうですね、はい、はみ台 OK になったんで、まあ、かなりいい感じのところまで攻めてるなっていう感じが。そう、はい、であんまり出しすぎちゃうと確かに本当はもうちょっと出してもよかったかもしれないんですけど、あのオーナーさんのご自宅があんまりこう駐車場に入るところが広くないので、
まあ、そこら辺も考慮してっていうところで。なるほど、はい、じゃあ駐車環境とか車の使い方をお伺いして、はい、この出面なんかも計算して小塚セッティングで絶妙にできると。絶妙な感じで、はいはい、そして後ろ行きましょうか、はい、後ろもそうです、はい、これは分かりました、はい、前の説明を聞いて、はい、これもラッピングですね。マットチャコールメタリックでラッピングしてます。小塚さんの仕事ですね、はい、そうですね。これ全部こう僕の仕事です。貼ってあるわけですね。で、あえてこの辺なんかは触らないっていう。そうですね、純正感をあまり崩さないようにっていうところで、まあ色は塗らないって感じで、はい、やってます。なんかいじってる感をあんまり出さない。そうですね、知らない人が見たら、あ、ダイホイールちょっと変えただけかなっていうぐらいで、はいはい、思える感じには。知ってる人が見ると、あれこんな色ないよねとか。そうですね、あれクリアガラスの設定ないよねとか、通好みな仕上がりになってるわけですねっていう感じです、はい、じゃあ続いて、せっかくそのおしゃれな、ね、内装なんで、ちょっと内装を見てみたいんですけど、はい、内装もちょっと、はい、内装っていう感じじゃないですけど、はい、基本的には内装をいじってるわけじゃないんですけども、まあ、レーダーとドライブレコーダーっていうのも、はい、まあ、取り付けさせてもらってます。で、やっぱり取り付けるにあたっても運転の邪魔にならないようになるべくすっきりと取り付けはさせてもらってます。そこなんですよ、やっぱり、はい、なるべく配線が出ないようにっていうところと、はい、まあ、運転しててもこう視界に邪魔にならないようにっていうところで、いろいろとやっぱり取り付け、まあ、ノウハウはあると思うんですけども、まあ、こういう感じの付け方、こうちょっと金額優先の量販店でアルバイトの子じゃなくて、こう小塚さんが責任を持って、はい、オーナー様とこう打ち合わせをして付けるっていう、はいはい、そうですね、まあ、もちろんその分その作業の時間とか、はい、工賃とかいただくっていう場合もあると思うんですけど、はいはいはい、やっぱりそこを打ち合わせしながら、ただ一つドラレコつける、レーダーつけるにしても、ちゃんとこだわって、はい、オーナーさんに喜んでいただけるようについてますと。はい、っていうことです。じゃあ最後になりますけれども、この車はもうこれで完成ですか？まあ、お客さん的にはこれで完成っていうふうに言ってます。ただやっぱりちょっと車高は上げたい、ね、小塚さんを上げたいんです。そうです。で、お客さんにはずっと車高を上げましょうって言ってるんですよね、はいはいはい、やっぱそのノーマル車高だと外径が大きくなってる分だけ、そのフェンダーとタイヤのこのクリアランスがちょっと狭くなっちゃってるじゃないですか。で、車高を上げることでちょっと純正のクリアランスぐらいまで持っていってあげた方が、やっぱりトータル的には、はいはい、バランスもいいですね。じゃあこの仕様で車高を上げたバージョンのご用命をお待ちしております、はい、お願いします、はい、そして もっと究極があるんですよね。そうですね、はい、まあ、ブラバスのアドベンチャー作りたいです。ドンって入れておきます。めっちゃ作りたいです、はい、ぜひお願いします。上げ系の G クラス名古屋店は、はい、もうぜひ小塚さんにお問い合わせください。大好きですもん。というわけで、ボンドチャンネル、はい、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。